皆さんこんにちは、今回言及させていただきたいのは何に関してかっていうと、医療用の大麻に関して、各国でね、それが認められているような国があるわけです。大麻自体がね、マリファナ、クサ、ウィード、英語で言うとウィードっていう言語があるわけだけど、その中でその、医療用に認められる大麻に関して、これに関して日本で導入されるのは、どうなのかというお話をね、ちょっとしてくださいということで、いただきましたので、これに対して、回答させていただきます。私決して薬物中毒ではありません。そしてアル中でもないし、タバコはこの間ちょっともらいタバコしましたが、タバコの中毒でもありません。若干ね、昔ちょっとギャンブル依存症だったのもあるし、カジノとかは行きますけど、国内ではもうギャンブル基本的にやめました。で、その中で、麻薬ということで、大麻ね、一応麻薬って、日本では法律違反ですから、これやっちゃいけないことになってますからね。これ皆さん勘違いしないでほしいんだけど、大麻ということで、世界各国に行ってみると、今まで83カ国行きました、その中で83カ国の中で、大麻が合法な国、例えばオランダとかオーストラリアの一部の州とか、アメリカの州とかね、カナダの州とか、あとジョージア行った時もこの間大麻が合法になったりしてました。その中で至る結構な大麻が合法ね、マリファナ、草、我々例えば日本人相手の言うなれば草って言うんだけど、草が例えばその合法な国っていうのが多いわけです。その中で、じゃあ日本ではどうなのか、これはもちろんその違法ですの でこれがね、いろんなところからちょっと情報を得てると、これもちょっとねびっくりしたんですけど、例えば海外で合法な国、例えばマリファナが合法な国ありますよね。オランダとかオーストラリア、さっき言った国、オーストラリア、カナダとかね、アメリカの一部の州とか、そういったところで、やってしまう、これっていうのも一応違法らしいんですよ。日本の法律が適用されるとき、ちょっとこれびっくりしたんですけどね。これは何かっていうと、基本的には治外法権というか、その国の法律に従ってればいいと思うじゃないですか。でも、そのマリファナ、その麻薬に関しては日本の法律が適用されるということで、日本人が海外でやった場合にそれで一応逮捕できるものがあるらしいんだけど、でも実際それっていうのは実際現地まで警察を動かせる費用もかかるじゃないですか。そしてその逮捕権っていうのは基本ないので、それでは基本はできないと思うんだけど、ただそういうことを聞いたので、もしねこのチャンネルを見てる方がいらっしゃって、じゃあ自分のマリファナ合法な国って草を吸ってきましたって感じでね、いうふうに自慢してブログでアップしてしまうと、ブログとか YouTube アップしてしまう人がいたら、それはね絶対やめた方がいいと思います、決して私は麻薬っていうのをね進めてるわけでもないし、麻薬をね肯定してるわけないし、麻薬っていうのは人の人生をねダメにするものだと思ってるので、やはりそれは皆さん麻薬には手出さないでほしいなって感じはします。その中で今コカインとかね、有名なピエール・タキですか、あの人使ってたりとかね、コカインはちょっと危ないんじゃないかなって、シャブとかね、ここまで行ってしまう人も結構いるんですよね。だからヘロインとかもそうだけど、他にも例えば MDMA 系のね、ちょっと覚醒作用のある幻覚作用のあるやつとか使ったりとかあるわけだけど、日本でも結構手に入るんですよ。でこういったところを追っていくとまたキリがないんだけど、例えば今最近日本なんかだとね、イランとか、ナイジェリア人がそういった麻薬を売ってたりする姿を見ます。黒人、日本にいる黒人っていうのは結構悪いことをしている黒人の中にね、ナイジェリア系が本当に多いんです。でそういったところをまたいずれは述べさせていただくんだけど、そういったところで麻薬中毒になってしまって、だからマリファナぐらいだったらまだいいと思うんですよ。ただそこから先に行ってしまってね、MDMA でちょっと頭が狂っちゃってね、でさらにシャブとかまで手出しちゃって、ここまで行っちゃうとダメ、危ないですよ、もうやめれないですからね。で、その中で、清水健太郎って言いますよね、 V シネで。で清水健太郎みたいな感じで何回も捕まってますけど、ああいうふうになっちゃダメだと思うんです。で、今回ちょっと話はずれてしまったんだけど、大麻、医療用の大麻に関してということです。大麻ってね、皆さんやったことない人多いと思う、もしかこのチャンネル見たことやったことあるっていう人いるかもしれない、言わない方がいいですよ皆さんね。でその中でね、大麻ということで、大麻っていうのはじゃあどういうものなのか、いわゆる草、マリファナ、ミアファナなんで直接言わないですからね、英語で言うとウィードっていうんだけど、そのウィードに関して、どういった作用があるのか、これはね私の中でいろんなところに聞き取り調査、もともと薬物でハマってた人とか、いろんなところに聞き取り調査をした結果でちょっと述べさせていただくんだけど、やはり、草をね吸うと、マリファナ吸うとすごくまったりした感じになるんですよね。だからもうやる気が起きない、
だから本当にもうなんかやる気が起きなくて、もうまったりこういう感じ、まあ、神経が逆に休まるということで、覚醒、いわゆる覚醒じゃないね、シャブとか覚醒剤だから覚醒させるわけで、ちょっと危険になる可能性もあるんだ。だけど、大麻に関しては抑える感じで、なので、まあ、まったりしちゃう、感じですよね。だからそういう感じだから、興奮した状態を抑えるという意味では、そういった効果があるのかなって感じはします。でなので、ただね、これをずっと常習化している人、なかなか大麻ってはそんなにね、常習化っていうのはあんまりないと思うんだけど、まあ、まあ好きな人はやってますけどね。逆に例えばケミカルって言って化学系のやつを手出さずに、いわゆるその大麻ということで、自然系のね、ナチュラルなやつをやってるということなんだけど、まだそっちの方がいいのかなって感じはするんだけど、ただそれをやって長期間やってる人の、あれを見てるとね、大体どういった傾向があるかお伝えさせていただくと、やはりね、結構やっぱりずっとまったりして動きがのろかったりとか、やっぱり生活に支障をきたしての事実かなって感じがします。だからやっぱりその薬物やってるっていう人を見てると動きが鈍いんですよね、そういったところで大体この子やってるなっていう、例えばクラブ、箱とかもそうなんだけど、よくレイブパーティー、外でやるレイブパーティーなんか行くと、まあやってる人多いですよね。そういったところで見る人々を見ると、やはりなんかそういう感じでちょっとおかしいなっていうね、人も結構いますからね。やっぱり出てこれやってるなっていうね、顔で分かったりするんだけど、そうします。で、なので一般人が大麻をねやってしまう、まあ、いわゆる怠惰な人間を作ってしまうので、私はそれに関しては反対です。これを合法化するっていう、他国と同じように日本においても。ただ医療用大麻に関しては、医療でね、例えば本当に末期の患者で苦しんでいる中、その中気持ちは確かに楽になるんですよ、大麻やるとね。でその中でやると楽になるということで、そういった医療用の大麻としてね、やっぱり痛みを軽減させる、だからなんて言うんだろう、まあどうでもいいなっていう気持ちにさせていくということで、そういった意味ではまあ医療用としてであればね、自分はまあ一応賛成なのかなって感じはします。医療用としてしてであればね、だから一般人が使うのはダメだけど、医療用としてどうしてもまあそういった医療として使うのであれば、大麻っていうのはねいいのかなって感じはします。でもこれってはね、薬物でもいろいろあると思うんです。例えばマジックマッシュルームなんて昔ありましたけど、あれが昔はいわゆるその合法だったけど危険だってことで違法になってるじゃないですか。他にも昔は国が合法と認めても違法になったような薬物も結構あります。もしくは国が認めているような、いわゆるその、普通のね、精神ちょっと病んでしまった人たちが使う抗精神薬とか、ああいったものでもやっぱり同じように麻薬と同じように危険なものも結構あるのかなって感じはするんだけど、まあそれの中でやっぱ国は認めてるやつもありますよね。だから薬に頼ってしまうっていうのも、それまた危険なのかなって感じはしますけどね。ただまあもちろんさっきのマリファナに関しては自然系ナチュラル系ということで、あれまた違ってくるんだけど、やっぱり薬で全てね頼ってしまうっていう社会っても、これまたもって薬がなくなって切れてしまったらまた薬を欲するようになるわけじゃないですか。そういう状態化していくっていうのもちょっと危険なのかなって感じがするんだけど、まあただまあ最終的にまあ先ほど述べさせていただいたように、医療用大麻としてはやっぱりまあそれはいいのかなっていうふうには自分の意見としてはね思いますけどね。だから外国人が例えば来るときに、ね、これいろんな入管とかいろいろ聞いたんだけど、医療用として大麻を持ち込む人もいて、この証明書さえあれば持ち込めるらしいんですよ。もちろんその使う分だけっていうのがあって、必要時に持つとはまた言われるみたいなんだけど、そういったところあります。そんな感じでちょっと述べさせていただきましたけど、まあこんな形でね、まあ一応視聴者の方から、ご質問いただきまして、それに対してご回答させていただきました。まあこういった問題に関してもね、まあ世界を回ってきていろいろ見てきてる身、いろんな人から聞き取り調査取材させていただいている身として語らさせていただきました。